動物園で育てたライチョウを野生で繁殖させるため、本来の生息環境である高山帯に日本ライチョウのヒナが放たれました。ゆっくりゆっくり。改正となった中央アルプス木曽駒ヶ岳で、おととい、動物園育ちの日本ライチョウのヒナが山に放たれました。5日間収容していたケージから外に出されると、初めての自然の世界に足を踏み入れました。ヒナは大町市の大町山岳博物館から移送した5羽と、栃木県の那須動物王国から運んだ2羽です。いずれも人工孵化させ、飼育員の手で育てられました。あとは自分の力で生き残ってくれ。ヒナには個体を識別する足輪がついていて、冬を乗り越えることができるか調査を続けます。